な、お兄ちゃん。お兄ちゃん、起きて。マスター、朝。お兄様、起きてください。いつまで寝てんのよ。デボノス製作所。
じゃない。手なんて抜いてへんがな。そうか。とにかくもう一度だ。ウィロー、もう一度頼む。へい、あーちゃんの真面目さにはかないまへんがな。ごちゃごちゃ言わずにさっさとしろ。へい、はあ、よっしゃ。ミロ、負けたら承知しないわよ。くっ、あかん。うわ、てやっ、そこまで。油断したな、アドニス。すみません。ウィローはローリエの姿を見ると急に強くなるから。当然でしょ。私はウィローの宿命のパートナーなんだから。確かに竜使いはドラゴンに力を与えることができるが、今の場合ウィローは力を得たというよりローリエに怒られたくない一心で頑張っただけだろうな。何それ、それじゃまるで私がウィローにしょっちゅう怒ってるみたいじゃない。その通りやないか。なんですって。ちゃう、ちゃいます。姫さんは怒りんぼやあらへん。いつもワイに優しゅうしてくれます。わかってればいいの。最後は少し油断したが、ドラゴン相手に一人でここまで戦えるんだ。お前の力はもう十分と言えよう。ありがとうございます。アドニスの最大の弱点はまだ自分の竜に出会えていないってことね。姫さん、それを言うたらおしまいや。あら、だって事実でしょ。ドラゴンがいない竜使いってこの世界で使えないものの代名詞じゃない。せやけど宿命の相手との出会いは努力でどうにかなるもんやあらへんで。
あーちゃんのせいやあらへんて。ありがとう、ウィロー。どういたしまして。そんなに落ち込んだらあかんよ。あーちゃんかて、いずれ出会いますて、宿命のドラゴンに。うん、必ず出会える。竜使いとドラゴンはどんなに遠くにいても自然と惹かれ合い、いつかは出会えるものだ。わしもそうだったし、ローリエとイローもちゃんと出会えているだろう。あーちゃんのドラゴンはどないな人なんやろな。きっとごっつい美人やで。あーちゃんもイケメンやさかい。ドラゴンの容姿って竜使いの容姿と何か関係があるのか。そらそうやで。ルイは友を呼ぶっちゅうやろ。姫さんは美人で、ワイもええ男やろ。あ、うん。ウィローの言う通りだ。足のパートナーの竜も、それはそれは美しい竜だった。はいはい、それは聞き飽きました。とにかくアドニス。はい。早くパートナー見つけてよ。父さんの頼みだから冒険を中断してあんたの修行に付き合ってあげてるけど、ずっと付き合ってあげるわけにはいかないんだからね。ええやないか姫さん。ここであーちゃんに付き合うのもわいは楽しくてええな。ずっとここにいてもええわ。ウィロー、まさか冒険に行きたくないとか言わないわよね。そないなこと言うてまへんかな。他ならぬ姫さんの父上の頼みよってあーちゃんの修行に付き合うとるわけで。そうよね。あんたも一刻も早く冒険に戻りたいって思ってるわよね。そう、それはもちろんや。日が陰ってきたな。今日はこれくらいにするか。あ、はい。助かったー。わい、もう腹ペコで腹ペコで。まったく、あんたはそれしか考えることがないの。そんなことはあらへんけど、腹が減っては戦にならぬ言うやんか。はいはい、もう少し我慢しなさい。今日はブイヤベースの予定だから。ほんま？姫さんのブイヤベースは絶品やから楽しみやな。アドニス、どうかした？え？何か考え込んでるみたいだったから
ドラゴンのこと焦ってる？違うよ、腹が減っただけ。ブイヤベースたくさん作ってくれよ。了解。君は…パパ！ねえ、君！もしかして迷子？パパとはぐれたの？君、名前は？なんて言うの？名前、言えない？ミント。ミントか。俺はね、え？ミント、うちに行こう。お家？パパのお家？俺の師匠の家だよ。足痛かっただろ？どうしたんだ？どこの子だ？森で迷子になってたんだ。
そのままにしておけないから連れてきたんだけど。ほら、ミント、もう大丈夫だから。このおじさんは怖くないよ。アドニス、その子は…うん、ドラゴン、だよね。ああ、間違いないな。しかし、ずいぶん怯えているようだが。森でよっぽど怖い目にあったのかな。アドニス、もう帰ってきたの？いくらなんでも早す。アドニス、その子、誰？パパ！大丈夫だ、怖くないよ。アドニス、あんたいつの間に。え？いつの間に子供なんか作ったのよ。母親は誰？え？え？かわいい子でんな。いやー、あーちゃんも隅に置けまへんな。違う、違うってば。俺の子供じゃないって。え？だってさっき。パパ？言い訳も大概にしなさいよ。俺の子じゃないなんてこの子の目の前でかわいそうでしょ。だから違うんだって。本当に森で迷子になってるのを見つけて、そしたら俺のことをパパって、多分本当のお父さんと間違えてるんだよ。本当なんだって。第一、俺女の人と付き合ったことなんかないし。あら、あーちゃんの言うとることほんまやと思うわ。こないな子を作る解消があーちゃんにあるとは思えへんし。そうね、アドニスはモテないもんね。ようやくか。師匠？ようやく出会えたな、パートナーに。じゃあ、やっぱり、この子が。まだちっこいけど、能力は高そうなドラゴンや。あーちゃん、ええパートナーが見つかったな。間違いないな。ウィローは気づいてたの？ああ、最初はアーちゃんの隠し子か思うたけど、よう見たらドラゴンやないか。この子がアーちゃんの子やったら母親がドラゴンちゅうことになるやろ。人間の恋人ならともかく、あーちゃんがドラゴンと恋仲になってたなんてことはありえへんやろ。せやからこの子はあーちゃんの子やないって思ったんや。ミント？ミント、君は俺のパートナーだね。俺は竜使いなんだ。君はドラゴンだから、俺たちはパートナーってことになると思うんだけど。
そうだろ。ミント、わからない。このくらい小さいと、自分がドラゴンだとわからないのか？そないなことあらへんよ。このくらいならちゃんとわかっとる思うし、それに親から自分がドラゴンやって知らされとるはずやしな。ミントって名前やったか。そしたらミーちゃんやな。ミーちゃん、ミーちゃんのお父さんとお母さんはどこにおるん？完全にアドニスを父親だと思っているな。せやな。じゃあみーちゃん、お母さんは？どうしてあの森にいたんだい？森で迷子になる前はどこにいた？そんな次から次へと質問攻めにしたらかわいそうよ。少し休ませてあげたら？ああ、そうだな。傷の手当てもしてやらないと。お風呂に入れてあげて。着るものは私のお下がりでいいかしら。ありがとう、ローリエ。じゃあ、ミント、お姉ちゃんに。え？パパ！ちょっと！ミント？わかったよ。ミントはお前をパートナーに選んだ。自分がドラゴンであることは忘れてしまっても、パートナーの存在は分かってるということか。師匠、それは。ミーちゃんはアーちゃんとちぎりを交わしたい言うとるよ。ちぎりの儀式だ。すべてはその後だな。ちぎりの儀式。やり方は分かっているな。わかります。ミント、俺のドラゴン。
ミントちゃん、お風呂入ろう。アドニス。何？ボケっとしてないで買い物行ってきて。買い物？何を買うんだ？ミントちゃんの服よ。え？だってそれはローリエのお下がりをくれるって。何言ってんのよ、そんなの一時しのぎにしかならないでしょ。女の子なんだからずっとお風呂着せておくわけにはいかないのよ。そうなの？当たり前でしょ。アドニスはミントちゃんのパートナーだし、パパなんだからちゃんと新しい服買ってきてあげなさい。でも俺女の子の服なんかわからないし、おサイズとか色とか見当もつかないぜ。だからミントちゃん、どんな服が好き？パパの好きな服でいい。え？だそうよ、よろしくね。でも。さあ、ミントちゃん、お風呂入ろう。あちゃん、ワイが一緒に行ってあげまんかな。ウィロー。さあ、はよう道具屋に行きましょう。みーちゃんは可愛いさかい、どんな服でもよう似合うと思いますわ。あーちゃん、どれにする？わからないよ。ウィローはどう思う？せやな、どれもみーちゃんには似合う思うけど、これなんかどうや？なんだよこれ、下着じゃないか。下着あらへんよ、ちゃんとした服やって。とにかくこんなのはダメだ、もっとこう可愛いやつ。せやったらこれはチャイナドレスや、可愛いやろ。動きにくそうだよ、修行とかもするんだからもっと動きやすい服じゃないと。動きやすいんやったらこっちやな。これのどこが動きやすいんだよ。それに全然可愛くないよ。あ、ちょっとそれ見せてくれ、その淡い緑色の。これか？これがいいかな。ふーん、あーちゃんはそういうのが好みな。好みっていうか、これなら可愛いし動きやすいだろ。確かに可愛いし動きやすそうやけど、ワイならもう少し色っぽい服がええな。ウィローの好みは関係ない。俺はこれが気に入ったんだ。はいはい、みーちゃんはあーちゃんのドラゴンやさかい、あーちゃんの好みでええんちゃう。うん、そうだな。
すみません、これください。さて、服も買ったし家に戻るか。せやな、みーちゃんの風呂も終わっとるやろ。ただいま。あ、服買ってきてくれた？あ、買ってきたよ。へえ、かわいいじゃない。アドニスにしては上出来よ。俺にしてはってどういう意味だよ。別に。じゃあミントちゃんに着せてくるね。パパ。ミント、パパ。ほーら、見とれてないで、なんとか言いなさいよ。ミント、綺麗になったね。この服でよかった？違うのがいいなら。ミント、この服好き。さて、どうするか。さて、どうするか。よく来たな。俺の店には何でも揃ってるぜ。ありがとうよ。また来てくれな。さて、どうするか。今日は少し修行のレベルを上げてみるか。はい。何するの？向こうに見える岬の端にわしが現役の時に使っていた武器が置いてある。それを取ってくるんだ。わかりました。途中敵に会うはずだ。二人で力を合わせてそいつらを蹴散らしていけ。ミント、パパと一緒に頑張る。よし、いい子だ。ミント、行こう。
あれが師匠の言ってた武器か。はい、パパ。サンキュー、ミント。うまくいったな。ミントとパパだもん。ああ、俺たちは最高のパートナーだな。見事だ。今の段階でここまでやれるとは、お前たちなかなかのものだぞ。そうですか、ありがとうございます。ミントとパパだもん。そうだな。頭を撫でてくれって言ってるんだ。ああ、そうか。
ミント、ありがとう。よく頑張ったな。やっぱりアドニスに撫でられる方が嬉しいのか。さて、もう遅いし帰るか。はい、ミント、帰ろ。ミント？パパ。師匠、ミント熱があるみたいだ。何？これは魔力を使いすぎたのかもしれんな。魔力の使いすぎ？それで熱が出たのか。ああ、とにかく家に戻ろう。ミントを休ませてやらないと。はい。ミント。師匠、なんでミントは。魔力を使いすぎたんだ。ミントはまだ幼いからな。魔力バイパスが不安定なんだろう。魔力バイパス。師匠、俺は何をすればいい？パートナーなんだから、俺が魔力を供給すればいいってことなんだろ？直接的な魔力供給とか言ってたよね。つまり、どうすればいいんだ？ああ、それは直接体を触れ合うことで供給されるんだ。直接体を？握手か？それともハグとか？一番効率がいいのは唇を合わせることだな。唇。え？それってキスするってことか？まあそういうことだ。キスって恋人同士でもないのに、いいのかな？パートナーなのだからさほど不自然ではあるまい。それに、このまま自然回復を待つとなると、短くても一週間。もしかしたら、一月くらいかかるかもしれない。キス、だったら。おそらく、一度の治療で完全回復するだろう。そうなんだ。どちらにしろ決めるのはお前とミントだ。二人でよく相談しろ。師匠、師匠はそのしたのか、パートナーと。ああ。ってことは、ウィローとローリエも？あの二人は違う。出会った時、ウィローはすでに成人になっていたからな。魔力バイパスはすぐに繋がったから、直接的な供給は必要なかった。そうか。
よく考えて、二人で相談して決めればいい。ミント、苦しいか？大丈夫。ミント、治療しよう。治療？うん。俺が魔力供給すれば、ミントは苦しくなくなるんだ。だから、俺が治療してあげるよ。パパが、ミントの苦しいの、治してくれるの？うん。嬉しい。ありがとう、パパ。ちょっと、びっくりするかもしれないけど、治療の間はしばらく我慢してくれるか？大丈夫だよ。ミント、パパがしてくれることなら、きっと大丈夫。ミント。そうだよ。何笑ってるの？嬉しい。嬉しい？何が？ずっとパパのベッドで一緒に眠りたいって思ってた。言えばよかったのに。パパに迷惑かけたくなかったんだもん。ちっとも迷惑じゃないよ。そうなの？迷惑じゃない。それに俺はミントのパパなんだから、何でも言っていいんだよ。そうだ、何でも。思ってることは全部言ってくれ。我慢しなくていいんだ。その代わり、俺もミントには絶対隠し事はしない。嘘もつかない。約束するから。ミント、いいね。目をつぶってくれるかな？なんで？ミント、パパの顔、見ていたいな。そうなんだ。でも、ちょっとその、見つめられてると、照れくさいっていうか。照れくさい？できれば、目をつぶっていてほしいんだけど。わかった。ミント、パパの言う通りにするよ。ありがとう。それじゃあ。どう？口
唇、くすぐったい。苦しいのは？少し、良くなったみたい。もう少し長くしないとダメなのかな。ミント、もう一度目をつぶって。ずっと息を止めてた？だってパパがお口を塞いでいたから。息はしていいんだよ。口が塞がってても鼻で息できるだろ。一度今のをしてもいいか？うん、今度はちゃんと息するね。まあ、鼻で息するんだぞ。また息してなかったのか？今度はちゃんとしたよ。でもちょっと長かったから、なんだか胸がドキドキした。苦しくなったのか？ううん、苦しくないよ。ミント、お熱下がったみたい。でもパパに治療してもらってたらちょっとドキドキしたの。うん、熱は下がってる。ドキドキは？まだ胸が苦しいか？もうドキドキしてないよ。それにさっきのドキドキは苦しくなかったの。そうか。治療はうまくいったみたいだな。うん、ミント元気になったよ。